サラ・フォレスティエは、パリにて在住のフランスの女優。2001年より、映画キャリアを開始、ゲームズ・オブ・ラブ・アンド・チャンスで、セザール賞有望若手女優賞を受賞。2011年、戦争より、愛の関係で、セザール賞主演女優賞を受賞した。フランスにて誕生した、子供の頃より文章を書くことや絵を描くのが好きだった。彼女は13歳半の時、 友人の一人と共に映画のオーディションを受けた。2001年映画レ・フォントムズ・デルバにおいてマイナーな役柄で女優デビュー。それと並行して16歳の時学校を退学した。2003年パリ郊外における移民絡みを扱った映画エル・エス・クワイブに出演し彼女は第30回セザール賞有望若手女優賞を受賞した。 2005年、ミシェル・ドービル監督による、ロマンティックコメディ映画、恋は、足でまといに、ビビアヌ役で出演。同年、ベルト・ランブリエ監督の作品、ダニエラという女においては、ミュゲ役で出演した。2006年、フランス、イタリアの合作であるアクション映画、カウントダウン9.11に、オルランド役で出演。2009年、アラン・レネ監督の映画、風にそよぐでは、 ジョージズとスザンヌの娘であるエロディアクで出演した。2010年にはフランスギャル役で映画ゲンスブールと女たちに出演している。2011年、2010年の映画戦争より愛の関係において政治活動家であるバヤ役を演じて第36回セザール賞主演女優賞を受賞した。ありがとうございます。